スクワットが見せるグレイザーダークネスでございますね。その名の通り、暗闇を遊べと。光の旅人、EL スクワットが見せる光の旅人がですね、もしもの世界を見せていくストーリーとなっています。現実では見ることもできないような世界、まあ例えば太古の獣、昔のね、そういう獣が未来の扉をくぐってしまったらどうなった、だったりとか。戦乱の世のね、女性たちの悲しみだったり怒りっていうのが具現化しちゃうとどんなふうな世界なのか、だったり。彼岸花を作ってるんですけど、なかなか彼岸花に見えないので苦労してます。今現在トンボにしか見えません。難しい。加味して考えるん でそれを全部同時進行なんですよね。こうみんなで手分けしてものを作ったり、デザインを考えたり、こういう風に光ろうってライティングを考えたりとか、もちろんダンスの部分も考えるんで、そこを全部を同時進行するっていうことのスケジューリングとかそのを基本僕が管理してるんで、そこが結構やっぱ大変で、あの時こうすればよかったとか、あの時もっとこうしたらよかったなーなんていう、まあ、そういう人間の本心だったり欲望だったりとかっていうのが具現化したり、まあ、いろんなコンセプトやメッセージはありますけども、まあ、まずはまあその肉眼で衝撃の体験を本当に楽しみにしてほしいなと思います。誰も見たことないような世界が見れる。